はい、でも今日ペイちゃんです。さあ、これコーナーやっていきましょうということで、今回ですけども、栄光物資勲章のあのチップがあるじゃん、あのピースだっけ、あれがですね、ついに2000個貯まりました。なので今回はちょっとね、こいつで、ガチャを引いていこうかなと。まあなんかね、金が出るようになったっていう噂がねあるんですよ。なんでちょっとそれの検証も含めて、まあこれで203個でしょ、で220連ぐらいできるんで、まあちょっとね、銀河ガチャを回していく。で、今ね、残ってるのがちょっと4つ、勲章残ってるんで、まあこれはこれで一旦使って、それから交換して、ガチャを引いていこうかなと思います。まあ一応ね、ガチャ引くにあたって何か目標をね、設定したいんだけど、まあこれかな、この、こっち、このパラシュートね、前回ね当たんなかったんで、まあ一応ちょっとこれ狙いで今回は引いていこうかなと思います。さあ、じゃあということでね、単発4ね、まずはこの持ってる手持ちの栄光物資勲章をまずは、消費していこうと思います。でその後ピースを交換して、ピース作った勲章伸びて引いていく。はい、オッケー。まあということで、2030個のね、ちょっと勲章を交換していくと。はい、これですね。いきますよ。全部交換していくから。ほい。はい、こい。203個。203個で10連9枚なんで、225回引けることになります。まあ、これでね、金が出るのかどうか、本当に出るのか。なんか噂だと出るようになったっていう噂ではあるんだよね。まあ、ということで、じゃあ、いきますか。いきますよ。頼む！頼むぞ、金。金来てくれ。金なんか出るんでしょうみたいな感じもあるけど、本当は出ないんじゃないかっていうあれも。おっと、30年目で金が来た。ガチで来るじゃん。お願いします。おい、もうまあ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 、11期 OK。 本当に出るようになったんだね。ねえ本当に出るようになった。まあ、まだでも1枚しかまだ出てないんでね、まだ1回しか。おっと来た、2個目の金、お願いします。おー、もうこです。いいですよ。11期 OK。11、お、待って、めっちゃ金出んだけど。めっちゃ金、おい、マジか。マジか。マジですか。金車来た。取れ高十分。マジで？めっちゃ夢広がらない？これ。だって、かけらだよ、かけら。あれで、待って、金来た。めっちゃ出る、めっちゃ出る。めっちゃ出ますけど。おい、81。夢、広がるな。久しぶりになんか、いつもなんか、いつもガチャ動画ではなんか絶望しか与えてない俺が、今回は希望を与えている。マジで？あ、ちょっと待って、なんかいつも通りに戻ってきたかもしんない。急に、急に金が、あ、来た来た、久しぶりです。久しぶりです。50連目分ぐらい。はい、81、11K、OK。お、待って、来た。ちょっと待って、前回よりめっちゃ金出てる気がする。あ、ありがとうございます、ユニコーンですね。待って、金めっちゃ出てない今回。前回どうだったっけ、前回もなんか同じぐらい引いたような気がするんだよね。で、金はまあそこそこ出たんだけど、まあ銃となんかズボンしか記憶いなかった。チェック外しとこう。間違って金券使わないように。金券使ったら検証じゃなくなっちゃうんでね。おい、来た！これワンチャンラスト金。ラスト金だよ、これ。おい、猛攻。今回めっちゃいいよ。単発が、5回っすね。めっちゃ金出た、今回。ガチで。ガチで金めっちゃ出たんだけど。はい、あと2回。はい、ラストいきます、来い。はい、オッケー。ま、でもすごくない今回。だって今回マジでかけらしか使ってないからね。かけらで生成した栄光物資勲章のみでガチャを引いた結果ね、10だって何個だろう、数えなかった、5、6個出たよね。でプラスこれでしょ、超貴重。えく今回ちょっと希望を与えられた気がするわ。いや、ちょっと楽しいな。ちょっとまた、頑張ってね、2000個ぐらい貯めて、またね、使っていきたいなと思います。バサ。さあ、ということでやっていきましょう。東京マップ、シングルね、撮っていきます。
さあ敵は近くにいないっすね。まあいつも通りちょっとゆっくり漁ってるからガソリンをねちょっといっぱい集めたい今回は。ちょっと HK50 は無理だな。なんか今いなかった？あいていていて、なんかいるぞ。足でやっていく。あ、待ってガソリンあった。オッケーオッケーオッケー。ガソリンをね今回ガソリンキルをしたい。あの普通のまあツイートもしたんだけど、普通のガソリンキルじゃなくてガソリンの火傷によるキルをしたい。あれねずっとここ最近やってるんですけど全然決まんないんすよ。マジでむずすぎる。おい2個目、まあ、失敗した時よりね一応拾っとくと。一応そのガソリンのね火傷ってね8割か9割ぐらい HP 削れんだけど、まあ、100% ではないんでプラスアルファちょっとダメージを与えた状態であのガソリンのね火傷を負わせなきゃいけないんで、そうなると、まあ、C4 との組み合わせが一番いいんじゃないかなと思ってずっとやってるんですけど、まあ、ついついね C4 の火力が強すぎて C4 のキルになってしまったりとかしてるんでね、ちょっとうまくやっていきたいけど難しい。このビルにしよっか。このビルで近くに車止めるとあれだから、こっちのビルにあえて車を止めてこっちのビルに車を止めてね、であっちのビルで狙うという作戦で。いやーそろそろね決めたいんですけどなかなか決まんないんだよな。いいとこでアンチが外れたりとかさ。ガソリン拾っとこう。もうめっちゃ、ああもう一個あったね。ちょっと持てるかな。どうしよっかな。もう弾がない。ガソリン拾いすぎて弾がない。これ俺のことキルしてあと物資箱見たときびっくりするだろうな。こいつ何個ガソリン持ってんのこいつ。頭おかしいんじゃないかってなるよね。ちょ色箱欲しいね。ちょガソリン一個捨てるか。さすがに多すぎる。で、エレベーターをこの3階に上げて、で、こっちのね階段の方にガソリンと C4 式95式この辺に仕掛けて、でここにガソリンを撒くイメージで上がってきた時に爆発させて、で C4 のダメージをちょっと入れつつここで火傷も負わせるっていう、そういう作戦でいこうか。この足だと来るかな。多分今来そうじゃね。あ来た来た来た。でこれで伏せて柱まで、まだ来ないでね。多分今エレベーター確認しに行った。でエレベーターがないぞと、ないぞと。で階段に来る。来い来い来い。来た。敵にピッタ。やけど？やけどしてる？してないね。今のでやけどしてないの？今のでダメなのか。きっちー。あ、待って16あった。今のダメなのか。あ、待ってもう一人来た、もう一人。ちょっと待って。あ、いや、どっか行った？ん？車も来たよ。上がってくる。ちょ、一応仕掛けとくか。もうワンセット。今のダメなのか。上がってくるかな。一応巻いて待っとくか。上がってこい。今のダメなのか。ちょっときついな。そうなるとこっちにしよう。こっちに待つわ。ここでゆっくりちゃんとあの火傷してるかどうかを観察しよう。上がってくる気配ないね。これね下にいるわ。新たな安全地帯が確定しました。アンチずれましたね。どっか行った下のやつ。あっち側行ったっぽい。あっち側行ったっぽいね。行くか俺も。いやーダメなのか。完璧だと思ったんだけどな。またちょっと資本持てない。資本ないか。またじゃあちょっと次のアンチで。いやーでもなんかきついなこのアンチ。ちょ C4 ねえかなマジで。 C4 ないとむずいんですよこの作戦がさ。うい待って、え待って待って、ガソリンがあるんだけど。おっと
そこにガソリンがあるってことはエレベーターの前あたりか。エレベーターの前あたりっぽくない？あ、いた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 、なんかめっちゃ狙ってるじゃん。あ、でもこの人 C4 持ってそうじゃない？なんかこういう作戦を練るってことは C4 持ってない？持ってないんかい持ってないんかい。ガソリンね、意外ともうみんな忘れてしまってるかもしんないけど、あの3発目以降じゃないと爆発しないんでね。だからガソリン仕掛ける場合はあらかじめ、2発ね弾当てとかないと、いざという時にねすぐ爆発しないんで。だから仕掛ける場合は先にね2発撃っておくと。で、2発撃ったガソリンをリュックにしまって出した時はあのちゃんとね一発で割れるんで、もうそういう目的でガソリン使う場合はもう先に2発撃ってもうリュックに入れとく。これ大事。さっきねキルした人がなんか感染してくれてるっぽいから、ちょっと頑張りたいっすね。ここいる？いるね。どうしよっかな。もう仕掛けるとこがない。野球場強いぞこれ。プッシャー、ちょ待って、めっちゃ狙ってんじゃん俺のこと。あれ、いやー惜しいな。ヘッド2発か。ちょっと惜しかったけど、でも他から狙われそう。一旦プッシャー漁っていいっすか。ワンちゃんグレラン、あわよくば久しぶりにグレランも使いたい。入ってるかな、入ってるかな。あー入ってない。まあまあまあ、どうしよう。野球場でいいかな。野球場強くない？このアンチ車も守れるし、ここいいや。ガソリン1個入れちゃおうガソリン1個入れちゃいます。とりあえず C4 探すか。 C4 あればもうワンチャンスあるよね。一応野球場入ってるから。あそこのビル上から狙われそう。もういないか。もう狙わなくなった俺のことあ、待って、いるじゃん。クソ頑張った。ああ待って、そっ、あ、ちょっと待って、そっち行くんかい。この辺来る。安全地帯が縮小しています。いや進んでこないな。あそこの裏だ。ドアの、ドアじゃない、あそこ通路の。はい、ありがとうございます。4人。 C4 ねえかな。 C4 があればもうワンチャンスあるんよね。突ってきた敵がうまい具合に。ねえな、こういう時に限ってない。持ってない C4。持ってないんかい。みんな持たないの C4。 あれさっきのやつか。 C4 みんな持たない。アンチが決まる。これアンチ入ったら強いぞ。アンチ来い、お金払います。おい待って、くっそ強いアンチ。アンチくっそ強い。あと3人でしょ。ここで見張っとけばいいだけじゃんね。一応後ろ見と、後ろ一応確認しに行こっか。こっち怪しくない？一人ぐらいこっちいそうじゃない？あ、いるわあそこ。あいつをやっつけたい。ちょっとなんかあの標識邪魔だな。標識の看板にぶつかりそう。ぶつかってんね。いやちょうどいいとこにあんなこの標識を。いやもうめっちゃ邪魔するじゃん。どうしよう。ここは通る。通ったね。オッケー。であと多分民家の方に2人だな。オッケーオッケー。いやーどうしましょうねこれね。困ったね。あ待って、いやー戻ってくんかいこれラスト1球。飛べ。飛ばない。当たってもない。向こうも入ってるよねこれアンチね。ワンチャン詰めてきてくんないかな。そしたらちょっとガソリンでさ、ガソリン仕掛けたいんだけど、ワンチャンかけて来ない。
来ないかな。来ないよな。次のアンチ見るよね。残り15秒、ちょっと賭けに出よっかな。最後のここにさ、ここにガソリンまくじゃん。ちょっと負けない、はい、ガソリンここにまくじゃん。で相手が最後だから突ってくる。で俺はここでこれを打って引火させて、こっちのこっち側に逃げる。で相手は火傷のダメージで死んでいく。この作戦でいこう。こっち来い、こっちに突ってきて、お願い、来い来い来い、そうそうそう、え、ちょっと待って、どこそっち行かないで、そっち行かないでくれよ。まだ時間あるよ、まだ時間あるよ、突ってきていいんだよ。突ってこないか、来ない？耐久するの？耐久しちゃう？いや包帯巻いてんな。もういいや。くそー、ダメか今回も。もうむずっ、このこれガソリンやけど。まあね、成功するまで頑張りたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。いや、久しぶりのね動画投稿になったんですけど、別になんか病気してたとかそういうわけじゃなく、ただ単純にのんびりさせてもらってました。はい、またね、ぼちぼちとやっていくんで、いつも通りマイペースでね、よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。